ウマ娘ミニーダービー。一番遅く寝て一番早く起きる、頂点を目指すんだもの。当然よ、無理なんてしてないってば。お、トレーニングか。よし、目指すか、将棋よ。ダイワスカーレット、いくわよ。お、トレーニングか。よし、目指すか、将棋よ。レースにエントリーするのか。あなたと馬娘のお話はとても興味深いですね。あんたってさ、思えば最初から割と変なやつだったわよね。忘れようったって。もう一度レースをする？選抜レースのリベンジをしろってこと？あんた、言っとくけど簡単なことじゃないわよ。何、普段の私の先行策じゃなくて足をため…は？あ、切れた。あんた、スタミナ管理って言葉…わかったわよ。やれ、グズグズしてないでトレーニング行くわよ。言っとくけど、半端な指示なんか出したら。あれ、エアグルーヴがいる。テイオスカーレットとウォッカの知ってるわよ。でもスカーレット、ええ、じゃあ行ってくるから。選抜レースの時と同じ。いや、待て。ここは、ちょ、あんな早くから仕掛けるの。ああ、ほと一番に主食は全部剥がれて、今だってくっそー。なんで、それでも勝ちたい。こんなのもう、全力で意地を張るだけよ。スカーレット、あんたってさ、思えば最初から割と変なやつだったわよね。忘れようったって忘れられないわ。